三菅田秀俊は日本のレーシングドライバー。大阪府出身。子供の頃にカートを始める。全日本時代には元山明や中野真二と戦うが、資金難から一時活動を休止。バンド活動に明け暮れる。その後、1988年の F1 日本 GP を見て一年発起。ホンダ研工業鈴鹿製作所で働きながら FJ1600 デビュー。 1991年に全日本 F3 選手権にステップアップした。3年目の1993年には初優勝。その後、全日本 F3 前選手権や全日本 GT 選手権などで活躍する。順調にキャリアを重ねていた1997年に突然悲劇が襲う。スポット参戦した全日本ツーリングカー選手権最終戦インターテックで、 マシントラブルから A コーナーに乗り上げて、腰椎と右足スネーブを骨折する大怪我を負った。しかし懸命な治療とリハビリで立ち直り、その後再び全日本選手権フォーミュラ、日本や JGTG で活躍。1998年と2000年には国際 F3000 選手権にも挑戦し、2000年はベネトンのテストドライバーも務めた。しかし実際には テストの機会は皆無に等しかった。同年の JGTC 第5戦から中郷治むに代わって無限、ドームプロジェクトから参戦し、パートナーの三上流のドライバーズタイトル獲得に大きく貢献した。2020年現在は J スポーツで放送されるスーパー GT 中継の解説者も務めている。また RC カーのドライバーとしても有名で、2016年に立ち上げた。 RC カーアッ集めカードアクソンの代表として2021年現在も活躍している。色の意味はこちらを参照キー。ありがとうございます。